ボレスワフ一世は、ピアストアサのポーランド公、ポーランド国王、ボヘミア公ミエシュコ一世とボヘミア公ボレスラフ一世の娘、ドゥブラフカの子。九百九十二年、当ミエシュコ一世の死を受けて、ポーランド公に即位する。まずは、皇国の領土を確定した。治世前半では、神聖ローマ皇帝夫を三世と同盟を結んで、関係を強化し、その援助をしたため、 オットー三世は千年に首都ポズナニ郊外のグニエズノをプラハのアダルベルトの墓参りのため訪問した際、ボレスワフ一世と会談、彼に神聖ローマ帝国の貴族の称号と冠を授け、ポーランドにグニエズノ大司教座に加え、クラコフ、ブロツワフ、コーブジェクに司教座を置くことに合意した。ボレスワフ一世の治世におけるハント992年の ポーランド公国領は、濃いピンク戦2 5年のポーランド王国国境は、赤線その他にパーマーズ、ミスニア、チェッキーなども支配した、ボレスワフ一世は軍事に重きを置き、強力な騎兵隊を編成して、軍備を強化した。1003年から1004年にかけて、チェコを征服して一時、支配下に置き、自らボヘミア公となった。そして、 マジャルジニア・クロアチア人の居留地に侵攻して、ポーランド東南部に勢力を拡大した。追いにあたるデンマーク王子クヌートが1015年から行ったイングランド遠征に際しては、敗下のポーランド諸侯と騎兵を送って援助した。1018年、キエフ公国と東ローマ帝国が対立すると、東ローマ皇帝バシレオス二世と同盟を結んで、キエフ公国を撃退し一部を征服した。 西に進んでラウジッツを征服し、新生ローマ帝国領のマイセ戦を侵略して手に入れた。征服に抵抗した住民はことごとく捉え、奴隷としてイスラム世界などに売り飛ばしたため、これらの地域で非常に恐れられた。1018年に結ばれた和約によって、これらの占領地のうちの一部を獲得した。一方、西ポモージェは喪失した。一方で、イタリアや、 東ローマ帝国から進んだ文化を次々と取り入れた。また、イベリア半島の後うまい朝からイスラム文化を取り入れ、ポーランド公国を大いに発展させた。1025年、死去。死の直前に王冠を受け取り、ポーランド公国は王国に昇格。すでに体調が悪かった、ボレスワフ一世は正式の戴冠式は行わなかったが、 ポーランド王国初代の王と認知された。武勇に優れていたことから、勇敢王と称された。現在、ポーランドで発行されている二重ズボティシ兵の表面側の肖像に採用されている。最初に、マイセン編強迫リクダックの娘と結婚した。この結婚は980年代初めに行われたと見られ、ザクセン貴族との連携を強め、リクダックの後に、 マイセン辺境伯をボレスワフの息子に継承させることを目論んでのことであった。しかし985年のリクダックの死後、この結婚は政治的価値を失い解消された。二度目にハンガリー人の女性と結婚した。一説にはハンガリー大公、ゲーザの娘とも考えられているが、一般的に認められてはいない。一死を設けたが、後に、 この結婚も解消された。三度目に、尊い領主ドブロミルの娘エムニルダと結婚した。彼女の父親は、スラブ人で、リュードルフィング家に近しいブランデンブルクの在地領主か、ポーランドに併合される前の最後のビスは人領主と考えられている。エムニルダは夫・ボレスワフの不安定な性格に影響を与えた。2018年2月3日に、 毎戦編共白エッケハルと一世の娘王だと結婚した。ありがとうございます。